番マリーンズ5年生のグローブ調査してきます。イエーイ。いいね。アルマです。ショートやってます。ファイトです。サードとショートやってます。アオスキです。キャッチャーとサードやってます。おーでしょー。なるほど。ピッチャーもやってる。おー、なるほど。ファーストもできるでしょ。ということでね、みんな大体内野ということで、ちょっとグローブを見せてもらってください。プロステプロステだ。珍しい。なかなか見ないね。これは誰モデルとかはありますか。今宮選手モデルです。おお、今宮選手モデルだ。いいね、かっこいい。選んだ理由っていうのは、黒いのが好きなのと、うん、今宮選手かっこいいからです。なるほど。でショートだしね、うん、同じポジションでね。でグローブの気に入ってるポイントとかありますか。まっすぐじゃなくて斜めになってるところが好きです、うん、ああそうだね。これいいよね。これかっこいいね。あでもしっかり握ってる感じだね。ちょっと丸めてこういう感じだね、うん、あそうだね。ハサミがっちりと、うん、掴んでる感じだね。いいですね。ありがとうございます。はい、続いて、はい、どうも、はい、おい。そしてこちらもなんとプロモデルということです。おお、プロモデル。何選手モデルですか。はい、田中康介さんモデルです。おお。その選んだ理由っていうのは、まず赤色がまあ個人的に好きで、田中康介がもともといいなと思ってたから、まあ、それもカープだし、まあ、赤でいいかなと思ったんですよ。じゃあ広島ファンですか。いや、あ違う。そこは違った。そこは違った。僕 DeNA ファンです。ああ、なるほど。広島ファンじゃないけど田中選手は好きと。はい。なるほど。気に入ってるポイントとかはありますか。いや、このこれっすね。この金色のラベル。これね、いいね、金。かっこいい。あとこれ使い始めすごい硬い。あ、そうなんだ。はい。どれくらい使ってる今。多分まだ半年使ってもう柔らかくなったけど、うん、最初の2ヶ月やばいっすよ。バリバリ硬いっす。バリバリ硬かった。だからもうゴロとかあんまり使えない、うん、掴めないっす。どうやってあれしたの。自分でもこうやって自分で毎日夜寝る時とかもずっと溜まってたから。おー、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。グローバルリートなんと3人目もプロモデルということで、これもプロモデル。何選手モデルですか。広島カープの菊池選手モデル。おー、菊池選手モデルだ。気に入ってるポイントとかは。このグローバルリートのなんか文字と、うん、この金の水のマークです。マークとこのねシリコンのラベルね。すごいよねこれね。めちゃくちゃ浮いてるもんね。電柱邪魔じゃないの。邪魔じゃない。でかすぎて。使い方的にはどうかな。普通にちょっと浅くて、うん、すげえ取りやすいです、ね、あ、そうだね。ちょっと浅めだからね。死んじゃうよ、うん、セカンドに選んだ理由っていうのは、もともとアシックスでグローブが、うん、それがもう古くなっちゃって、うん、次水のがいいなと思って探したらこれが一番かっこよかったから。なるほど。その一番良かったやつを選んだら菊池選手モデルだった、はい、あ、菊池選手モデルだから選んだわけではないのか、はい、わけ。ありがとうございます。はい、1人で3人ありがとうございました。よいしょ。続いても5年生の3人お願いします。お願いします。決心です。サードとファーストやってます。はい、ゆうきです。ファーストやってます。はい、新たです。セカンドとピッチャーやってます。はい、お願いします。また内野陣。内野陣ペコペコでなんと3人とも水野でございます。おー、でも多分3人とも違うね。本当だ、3人とも同じ水野で違うシリーズ。いいですね、いいですね。だからグローバルエリート、色がちょっと特殊な。これ最初は何色でした。最初黒っぽくて、うん、でなんかずっと使ってたらなんか緑っぽくなって、うん、おお、もう緑っぽく。でもいいね。選んだ理由ってのは。いや、普通にかっこよかったから。おお、かっこよかったから。お気に入りのポイントは色。ああ、色。いつぐらいから使ってますか。4年の途中で新しいのにしました。なるほど。なるほど。じゃあまあ1年ちょっととかそんな感じかな、使ってるのは。もうバリバリ使いやすいと。はい、いいね。オッケー、ありがとうございます。続いて、はい、こちらはセレクト9ですね。セレクト9、これはなんで選んだっていうのは。かっこよかったから。いいね。気に入りポイントはありますか。色。色。黒が好きですか。黒で埋まっている。いつぐらいからこちら使ってますか。兄ちゃんだから。お下がり。年4年ぐらい使ってる。お、結構使ってる。すごいね。ありがとうございます。で最後こちらは水野のダイヤモンドアビリティシリーズだね。これでもね、もしかしたら坂本選手モデル。そうだよね。ダイヤモンドアビリティの坂本選手モデル。坂本選手は好きですか。今はそんな好きだ。買った時は好きだった。あ、そのなんかお気に入りポイントとは。あ、色。あ、色。色で選んだ感じかな。はい、もう使いやすい。はい、ありがとうございます。ということでサビありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで続いても5年生のサビお願いします。お願いします。レフト、クロスのフト、
レフトセカンド。シドウと申します。ライトです。リュウトです。ポジションはセンターとたまにセカンドやります。おお、お願いします。水のアンダーアーマー。おー、はい、いいですねというわけで、グローバルエリート、これは選んだ理由っていうのは、黒が良くて、うん、サイズとかもちゃんと選んで、うん、サイズがぴったりだったんで、これ買いました。おー、いいね。これしかもあれだね、手口がね、二重にあってるから、フィットが良さそうだね、うん、使い方のこだわりとかは、薬指と小指を一緒に入れてます、うん、おー、小指2本、しっかり掴むって感じかな、こういう感じで。なるほど。いつぐらいから使ってますか？5年生の中間くらい。おー、じゃあちょうどまあ1年とかちょいぐらい、うん、なるほど。どうですか、もう使いやすいですか、今は。いいね、ありがとうございます。続いて、はい、続いて、じゃあはい、いいね、アンダーアーマー、これはどうですか、いいですね、選んだ理由っていうのは。グローブを買うところでつけてみて良かったので、うん、人で見てくれて、で、安かったから買ってくれました。なるほど。お気に入りポイントはありますか？ここのポケット、ちょうど大きさがいいので入りやすいです。おなるほど、ね、取りやすい。いつぐらいから使ってますか？4年生の初めぐらいかな。あ、じゃ あ、 まあもうすぐ2年近くになると、はい、パカパカで完全に柔らかい。あ、いいね、パカパカしてるね。ありがとうございます。どうもどうも。あ、どうもどうも。はい、水野セレクト9選んだ理由っていうのは。買った時はめっちゃ黒が好きで、うん、見た時にかっこいいなって思って買いました。あ、なるほど。前まで指出してた？あ、はい、そうです。指出さない方がいいって言われて、うん、途中で変えたらちょっと取りやすかったです。ああ、なるほどね。ここね、そうだ、ちょっと形跡がね、そう、形跡が、そうそうそう、あるなと思って、うん、あ、でもそっちの方がいい。今はこっちの方がいい。なるほど、うん、お気に入りのポイントはありますか？お気に入りのポイント、この形、形がなんかしっくりくる。しっくりくる、なるほどね。しっくりくる感じ。大事大事大事。自分の中のベストの形と、うん、いいねいいね。これはあとはどれくらい使ってますか？野球入る前に、うん、このサギマリの体験会の当日で買ったんですよ。おお、その時にフライ来て取れました。あ、それ嬉しいね。いいね、うん、めっちゃ硬かったんですけど。そう、硬いながらも取れたと。素晴らしい。いいね。2年前ぐらい、3年前だよ。3年前か、うん、2年前です。1年前でした。2年前。まあみんな同じぐらいって同じぐらい。そうだね、そうだね、確かに。オッケー、ありがとうございます。ということで3人、野球は楽しいですか？はい、あ、はい、楽しいです。よかったよかった。ということで3人ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。次のマリンズ最高。今回のお題は野球あるある失敗編。あ、ベルト忘れた。今月の MVP 賞はこちら。こちら3つから選んでていきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画をこちらで今週を見てね。